どうも、よけがわです。よろしくお願いします。はい、今日開封するベースボールカード、こちらです。ズドン。ユーズドボールカードシリーズ、横浜 DeNA ベイスターズ2022トレーディングカード。こちらですね、発売は去年2022年の8月のものなんですが、かなりね、Amazon でお安くなっていましたので、ついつい買ってしまいました。こちらに書いてある通り、収録選手が限られてるんですね。すべての選手が今年も2023年もベイスターズに所属していますので、出た選手しっかりね応援したいと思います。まあ、もちろん全選手を応援はするんですけれども、はい、こちら選手のレアカードがワンボックスに2枚の割合で封入。これも楽しみですね。箱の後ろはこのような形で、直筆サインカードもね、プロフィールとかプレミアムとか、あとは生写真カードもね出てきます。ボールパッチ、これは1種類だけこれが出てきたりとか、楽しみですね。私、よけがわ DeNA ベイスターズファンでございます。去年はね、2022年順位が2位とすごく良かったんですけれども、悔しいシーズンになったのでね、まあ、残念でしたけど、今年は、まあ、松尾選手も楽しみですし、山崎康明選手も残留しましたし、新戦力もね、京田選手と入りましたので、もう楽しみですよね。今年こそ優勝っていう気持ちでね、やっぱユニフォームも変わって楽しみなシーズンになるなと思っております。それでは開けていきましょう。こちらの箱が、スライドさせるのこうですね。はーい、全員プレゼントのハガキ、これ一応期限はまだ大丈夫なのかな。まあ後で見ておきましょう。はい、中にはこうやってね、ユーズドボールのシリーズはこういったチェックリストのような形で、こう小さいポスターも入ってます。実はこのですね、この生写真カードなんですけれども、私このカード開けたことないんですが、開封したことはないんですが、1枚だけこの生写真カード、はい、こちら三島選手の生写真カードですね、フォトカード、こちらを持っております。これとあるスポーツショップの、福パックから出てきてくれたものなんですが、50シリアル、そんなにこの市場価値というか相場がそこまで高くないカードですけど、マグフォにしっかり入れております。それぐらいいいカードですよね。これいい写真ですし、そして何より三島選手には頑張ってもらいたい。はい、パックはこんな感じ、シンプルですね。こちらが1パック6枚入り、6枚入りのパック、12パックかな。そうですね、12パック入ってます。ユーズドボールのカードはね、もともとが安価なんですよ。もともと、買いやすい価格ではあるんですけれども、定価が税込みボックスで6600円。まあ、さらにお安く買えましたので。じゃあ12パック開けていきます。さあ、まず1パック目です。狙いとしてはサインカードですね。あまり確率高くはないんですけれども、サインカードが欲しいところ。まず今日の1枚目、ファーストカード、伊藤光選手、はい、いいですね。峰江選手も抜けましたからね、伊藤光選手の活躍、まあ、選手としてもそうですし、この下を育てるという意味も、もうベテランなんで頑張ってほしいです。まあ、あとは怪我なくね、シーズン頑張ってほしいですね。さあ、行きましょう。レギュラーカード。今永選手。エース、今永選手と東選手ですね。昨年の開幕投手。はい。これは坂口選手。そうです。ユーズドボールはね、とにかくこういう写真がかっこいい。こういうね、白黒の写真も入ってますからね。かっこいいシリーズですよ。はい、柴田選手。はい、最後が、上里選手。柴田選手もね、ルーキーの林選手も加入しましたし、まあ、また一つ、活躍を期待したいところですね。2パック目、ドン。山崎康明選手。いやー、嬉しかったですね。残留、ファンフェスでね、残留宣言、6年契約。本当に、まあ、今までももちろん応援してましたけど、より一層応援して、もうなんか、えらい数字出してほしいですね。迷宮会入りは当然のこと。
さあ宮崎選手、かっこいい。はい、インフィールド、あ、はい、同じくこの白黒の外選手、もうかっこいいもんな、アーティストだもんこんなの。はい、あ、小園選手楽しみですね。まあ今年からはおそらく実戦登板、一軍登板今のままではありそうなので、いや、やっと黄金ルーキー片鱗が見えるかなというところですね。佐野選手、キャプテン。最後が、あ、はい、白サインの大和選手、ありがとうございます。大和選手も大好きですね、僕ね、守備の上手い内野手大好きなんですよね。裏はこんな感じですね。一応スペシャルカードって入ってますね。裏もかっこいいな、裏の写真もいいなこれ。はい、では3パック目開けていきます。さあサインは出るかな。レアカードは2枚ボックスに封入されてます。あ、大和選手が続きました。はい、大和選手、森井敬斗選手ももちろん期待の選手、京田選手入ったとはいえね、譲らない気持ちでね駆け回ってほしいですね。はい、大貫選手、このサブセットっていうか、まあこのちょっと違うパターンのカードもいいですね。背番号背景のこれもかっこいい。あ、山崎選手の先ほどとは写真が違うバージョン、宮崎選手のこちらもレギュラーカードの中でも何種類か写真があるっていうのはいいですね。はい、白サイン三島選手、ありがとうございます。いや本当に頑張って、本当にまずは復帰登板、まあ、ただでさえ伊勢選手といいエスコバー選手といい後ろは盤石ではありますけども、またね加わってほしいものですよ。去年はそれでね良かったっていう感じはありますからね。暑いなぁ、これね、なんかもう持った瞬間ちょっと暑いんですよね。厚みがあったんですよね。ここなんか入ってるんじゃないかな。はい、神里選手、守備の、ちょっと練習中に見えますけど、神里選手、大和選手かっこいい白黒、この辺りな気がするんだよな。これは普通か。これは森圭人選手。あ、わかったぞ。これ一番後ろにフォトがある大貫選手。そうですね。これは宮崎選手の白黒。そしてフォトカードの背景が見えますね。先ほどの三島選手と同じ背景見えます。だとすると、下の方にシリアルが出るんじゃないかな。あ、皆さん見てください。50分の35ということは、先ほどお見せした三島選手ではありません。なんと50分の35シリアルナンバーが重複しました。誰のフォト来るかな。バッといきましょう。はい、あ、桑原選手、いいね、いい写真。これもまた桑原選手のフォトカード、裏はね三島選手のと同じようなものですけれども、いやー出ましたね。まあ一番打者またね今シーズンね守り抜いてほしいですね。お腹が鳴りました。いやーよかった、今もうあのシリアルナンバーが同じ時点で嬉しかったです。あの、かぶり全然あるかなって思ってたんで。あ、そうそう、せっかく、せっかくスタンドがあるのに、レアカードをスタンドに置いてなかったです。はい。桑原選手ですね。さあ、では、大和選手。やっぱ明らかに厚さが違うんですよね、森選手。あの、フォトカードは、あの、すごく厚みがあるので、もう持ったらわかるっていう。言わなくていいんですけどね、別に。あ、山崎康明。これレギュラーカードやっぱり何種類も写真があっていいですね。宮崎選手、外選手、かっこいい。結構ね、こういう笑顔のね、写真が多かったりするので、ユーズドボールは。三浦大輔監督もね、まあ2年目、とても結果も残されて、
長期政権っていうのを期待したいですね。次誰がやるかって言ったらね、なかなかまだ難しいところですし、はい、オースティンもかっこいいな。オースティンはね、いてくれれば本当に開幕からいてくれればね、こんなに楽しい選手はいないんですが、今年もキャンプで遅れております。頼むよ、タイラー、桑原選手、映えますね。やっぱりこう白黒のカードに映える顔つき、伊藤光選手、今永選手、東選手、左腕が続いて森くんの白サイン、 OK です。はい、半分終了しました。ちょうど半分終了してレアカード1枚。さあ、じゃあ後半戦いきましょう。さあ、後半戦残り6パック開けていきます。さあ、続いて8パック目になりますね。小園選手、キャプテン佐野啓太選手、白黒、三島選手、あ、そういえば見てなかった牧選手。いやー、牧選手はもう日本代表で大活躍して大暴れしてほしいです。 WBC あなたならできます。タイラー・オースティン、桑原正幸、はい、WBC 楽しみですね。横浜からは今永選手も出ますし、今永選手って本当に国際試合を抑えるイメージしかないのでね、ぜひとも横浜の選手の活躍でっていう大会であってほしいですね。タイラー・オースティン、桑原正幸、伊藤光、今永選手ね、本当に頑張ってほしい。東選手、あ、なんかこれかっこいい、ちょっと土が持ってる東選手。そしてで、あ、やったやった、牧秀悟は、え、ま、ジャージナンバーだ。マジで牧選手の12シリー出ました。オーセンティックオートグラフ、コングラチュレーションズ。ガチで嬉しい。初の横浜サインカード。しかも牧秀悟。しかもジャージナンバー。うわー、ずっとこの絵でいい。ずっとこの絵のまま。すげー、嬉しい。大事にしましょう、このカード。今のは、プレミアムサインに、そうだ、プレミアム直筆サインカードですね。そうですよね、シリアル的にも12枚かなり少なかったんで。いやー、これは最高の開封になっている。あー、なんかもうダメだ、興奮している興奮しています。年がいもなく興奮しています。1番2番か、背番号1番2番がレアカードに出てくれました。さあ、三島選手、天木選手、坂口選手もね、そろそろっていう感じですよね。そろそろローテ守るぐらいの活躍を見せてほしいところ。柴田選手、上里選手、あ、白山伊藤光選手、いいですね、はい、白山もこれでこのボックス4枚目なのでいい感じで出ております。あ、といっても白サインは結構出るんですよ。確か6枚とか出るんじゃなかったかな。残りもちょっと期待したいですね。三島選手、牧選手、はい、あー、かっこいいですね、坂口選手、あ、柴田選手、なんか凛々しいな、柴田選手もな。髪型がもうなんかもう少年っぽくていいですね。上里選手、あ、出ました出ました、白サインは佐野選手、ありがとうございます。キャプテン佐野選手の白サイン、これで5枚目。いや、早いもんで、あと2パック。いや、あの、初のってさっきちょろっと言いましたけど、僕はあの BBM 社の2022ベイスターズチームリミワンボックス開けたんですけど、サイン出なかったんですよね。なんか透
ケスケのやつとギラギラのやつは当たったんですけど、まあ、それはそれでテンション上がったんですけど、サインがその時出なかったのでね、ベイスターズの選手初サイン、しかもプレミアムっていう最高の結果、ソト選手、あのホームランキングの時のまたね活躍みたいですね。さあ最後のパックになりました。山崎選手の白黒、宮崎選手、ソト選手、あ小園選手の白黒もかっこいい、佐野圭太キャプテン、最後白サインじゃないかな、枚数的には最後が白サインな気がしました。柴田選手、はい、ということで以上12パック開封終わりました。白サインが佐野選手、伊藤光選手、森選手、三島選手、大和選手、柴田選手、結構内野陣が多いですね。はい、そして何よりこちらですね、桑原選手、シーリングライトか、シーリングライトがすごい、桑原選手のフォト、それから何より牧選手のプレミアムサインカード、いやーテンションが上がりますね。カード開封はね、この瞬間が本当に楽しいんですよ。いやー本当にあのベイスターズファンとしても、まあカードコレクターとしても、まだ全然コレクターとしてはペイペイもいいとこですけれども、頑張っていきたいと、またテンションが一つ上がりました、モチベーションが上がりました。それではご視聴いただきありがとうございました。よけがわでした。また今度。